おはようございます。一年ぶりっていうか、鮎がね、入ってきましたよ、今年も。去年の、落ち鮎、だから寄せ年越して、新鮎出てきました。とりあえず、長良瀬川の暴れ鮎です。一応ね、こんな感じ。もう今、じゃじゃーんって、初開けですからね、緊張しますね。これ15尾入りが入って、こういう感じ。ここはね、つまり、川苔がいいんですよ。それから水量が豊富。まあ、紅葉樹林のね、地帯なんで。そして、まあ、これね、鮎ってね、体温でね、一応、触らないでおきますね。まあ、初物なんでね、慎重に慎重に行きます。ちょっとね、これ本当にね、川漁師が釣ったやつなんでね、確かに今触ってるのはちょっと見たいな。これ、パッと。あ、すごい。ポンポン。すげえ。おー、いい顔してますなー。これ焼いたらね、これ何が違うってね、天然鮎って全部食べれるんですよ。簡単に言えば、頭、それから中骨、尻尾、もう、どういったの、柔らかい、サクサクっていう感じ。でも、それよりも、この長良瀬のこの暴れ鮎は、ひょっとすれば、噛んでんのっていうぐらい、わからないっす。で、それでいて、顔受けの軽いが強くて、鮎独特の、鮎も紅魚って言うんですけどね。香りで食べる魚なんですよ。だからその旨味は最高ですね。はい、早速ね、今日はね、これを軸度、追っていきたいと思います。それでは、また明日。以上です。